京大園系小川勝神社は、京都府亀岡市馬寺町にある神社。式内社で、旧社格は孫社。小川つくよみ社とも、大井川沿いには他にも松尾大社系の神社があるので、下流のくの座、つくよみ神社との関係が指摘される。社名は、合名、小川号を冠する神社名となったと見られている。当社は、大井川の左岸に鎮座しているが、大井川を挟んだ西方。 千代川町に小川というあざ名があり、和名称に見える桑田郡小川法の遺症地であるとされている。そのため、かつての大井川は、当社の東を流れ、当社一帯も小川法に含まれていたと考えられている。当社の東方を流れる古川が、大井川の流路変更の名残とされている。明治以前には、月読み者を称し、現在でも、月読みさんと呼ばれて親しまれている。 上述松尾大社との関係から、大井川を遡る形で、旗氏による開発が進み、それに伴って創始されたと考えられている。宇治湖総大保官の丹波国総伝軍小川月神社のことという、年不明の文書には、伊勢領宮が丹後国予佐軍に先座した時の抹社であるとも、丹波国に鎮座していた時の抹社であると、もし、神代よりの窮地なりと記している。また、 出雲神社の鎮座よりも古く、同神社と同等の神社で、桑田郡の第二の大社なりとも記す。神社名祭帳によれば、王仁年間に大井川の洪水によって、社地を流出し、以後少子として祀られるようになったと、あるほか前景文書にも、王栄年間の洪水を記し、あるいは平乱によって、廃閉して、以後、境外強唱にして、祭祀とおむのとも記す。 これらより、大井川の流路変更などで被災、退転したと考えられている。大井川対岸の千代川町側にも同じく、つくよみ命を祀るつくよみ神社が存在するが、これは、大井川の流路変更によって、当神社と隔てられた人々が新しく、なお、亀岡市馬寺町と同市千代川町を結ぶ大井川の橋を、両岸に、つくよみ命を祀る神社があることから、地方政治家である、 つつ多蔵吉地により、つくよみ教と名付けられた。明治になって、尊者とされたが、明治10年に、式内名神大社に否定され、同年6月の京都不名義の確認書に、つくよみ社演技式内小川勝神社に、総意無能とある。前景氏子総相代文書に、テームラ守護してより春秋に不絶祭祀とあり、社殿によれば、北条時よりが開国の途中に参拝し、 家臣の瞳次郎手村というものに神社の守護を命じ、長らく瞳家が30代にわたって奉仕してきたが、その後う子総代が維持経営に当たるようになったという。境内は南太高校南部の田畑の中に立つ。神社を中心とした1.3ヘクタールの伝寺の地名がつくよみであることから、この伝寺が昔の新域であったのではないかと推測されている。 本殿は一軒舎流れ作りで、大井屋内に建っている。また、拝殿は片一軒つまり河原武器で、年不明ながら、出雲大見和宮より移されたものであると伝える。境内は、亀岡市により、小川月神社として、亀岡の自然百選に選ばれている。10月16日の例祭に、一年間に誕生した、子供全員の祈祷をする慣例がある。由緒は不明ながらも、 地域全体で子どもたちの無事な成長を願うものである。所在地交通アクセス周辺。ありがとうございます。